最近髪が伸びてきて重たい。だから髪を切りに行きたい。でも動画にしないのはもったいない。ということで美容院でお任せでって言ったらどんな髪型になるのか検証します。はい、じゃあお任せで何でも大丈夫です。ツーブロック嫌だとかあります？あ、別に特にないです。はい、果たしてどんな髪型になっているのでしょうか。幼くなったね。俺韓国で今やってみます。果たして美人になっているのでしょうか。結果はいかに。慢慢的长路向前跑，做一首歌来当作我的消遣。穿过巷子，慢慢升空，被屋里做一个梦。外面的噪音太多，说什么都忘了弄。ジャブスじゃん。カップヌードルは混ぜると美味しいらしい。そんな素数伝説を元に作られたカップヌードルの新商品は果たして美味しいのか。ということで4つ全部食ってみます。お、立った。まずはこちらのうま辛豚骨&味噌をいただきたいと思います。ティーショック。うまいんだけど、うま辛豚骨も味噌も食ったことないから、なんかどこが変わったのかあんま分かんないですわ。クソみてえな食レポ。欧風チーズカレー&チリトマトいただきたいと思います。うまっ。いやでも俺トマト嫌いだからな。知らねえよ。シーフードヌードル&カップヌードルカレーいただきます。定番と定番ですからね、絶対うまいでしょって感じなんですけど、うまい。シーフードカレーの中でもトップレベルにうまいですねこれ。最後カップヌードル塩&カップヌードルいただきたいと思います。うんうん、あっさりしててうまいわ。ミックスしてるんでパンチ結構強いかなと思ったんですけど、これはかなりねあっさりしてて奇をてらった商品にしては食べやすい感じかなと思います。僕が一番好きなのはこのシーフードヌードルとカレーのやつですね。食い切れるかなこれ。前回のあらすじ、カップヌードルミックスを4つレビューする動画を上げたとした。しかし食うことができなかった。食えん。ということでアレンジレシピを作っていくよ。まずは食べきれなかったカップヌードルを用意。これに生卵と小麦粉を加え、ひたすらに混ぜていきます。そしてフライパンに油を敷き、これを焼いていく。音がとても気持ちいいよね。そして皿に盛り付ければ、じゃじゃーん、お好み焼きの完成。果たしてお味は。うん、普通に食った方がうまい。今日ですねコンビニ行ったらこんな商品を見つけたんですよ。これコーヒーなんですけど、いくらすると思いますか？620円するんですよ。たっけ。いやでも今日ですね同人誌に3万近く使って金銭感覚バグってる人だったんで、皆さん620円のコーヒーなかなか手を出せないんじゃないかなと思って買ってきました。今をときめく BTS のどなたかが印刷されたこのコーヒー、果たして美味しいのでしょうか。いきます。接触。うん、なるほどね。まあなんか深みがあるような気もするけど、これ620円ですよ。同人誌一冊買えるじゃん。結論、個人的には同人誌の方が満足感が高い。